船を編むは、三浦志音による日本の小説。女性ファッション雑誌、クラッシーに、2009年11月号から2011年7月号に、かけて連載され、2011年9月16日に、公文社より単行本が発売された。雑誌連載時の挿絵や単行本の層画、文庫のカバー層画は、久本春子が担当。2012年、本屋大賞を受賞。 原部処房に勤める変人編集部員、馬締め三つが新しく刊行する辞書大都会の編纂メンバーとして辞書編集部に迎えられ、個性豊かな編纂者たちが辞書の世界に没頭していく姿を描いた作品。辞書は言葉の海を渡る船、編集者はその海を渡る船を編んでいくという意味でこの署名がついている。執筆にあたって、 岩波書店及び小学館の辞書編集部の取材を行っている。2013年、石井裕也監督、松田龍平主演で映画化された。2016年10月から12月までテレビアニメが放送された。出版社、現部処房では、中型百科辞典、大都会の観光計画を進めていた。営業部員の馬締め三ツ矢は、定年を間近に控えて、 後継者を探していた辞書編集部のベテラン編集者、荒木に引き抜かれ、辞書編集部に移動することになる。社内で金食い虫と呼ばれる辞書編集部であったが、馬締じめは言葉への強い執着心と持ち前の粘り強さを活かして辞書作りに才能を発揮していく。作中では、大都会の観光計画のため編纂が開始される時代と、その13年後以上の時代が舞台であり、 実質的に二部構成である。主演は松田龍平と宮崎葵。2012年夏に撮影され、2013年4月13日に小竹アスミックエースの配給で公開された。監督は石井優也。英代は映画版では物語の開始時点で1995年という年代設定がされている。2013年9月に 日本映画制作者連盟により、第86回アカデミー賞、外国語映画部門日本代表作品に選出されている。選出時30歳の石井祐也監督は、史上最年少での日本代表選出作となった。日本の映画賞では、第37回日本アカデミー賞で、最優秀作品賞を、はじめ6部門の最優秀賞、第68回毎日映画コンクール、 日本映画大賞、第38回放置映画賞作品賞、第26回日刊スポーツ、映画大賞作品賞などを受賞。この他監督の石井優也、主演の松田龍平をはじめとする、スタッフキャストも多くの個人賞を得ている。1995年、現部書房で38年辞書一筋の編集者、荒木康平が定年を迎えようとしていた。 荒木の仕事ぶりに惚れ込む辞書監修者の松本智介教授は引き止めようとするが病気の妻を介護するためという荒木の意志は固い。急遽、社内で荒木の公認探しが始まる。なかなか目しい人材が見当たらない中、荒木の部下、西岡正志が密かに社内恋愛で同棲中の三好レミから言語学部の引率で変人と噂される真面目、三矢の情報を仕入れる。 明人の通り性格は気真面目だが、コミュニケーション能力に著しく欠ける真面目は、社内でも浮いていた。一方で言葉に対する卓越したセンスを持ち合わせ、右を定義せよという荒木の質問に合格。松本が熱意を燃やす新しい辞書、大都会の編纂を進める、辞書編集部に移動となる。ラヌキや、無前のように日々変化を遂げる日本語を解説する、今を生きる辞書を目指す、大都会。 見出し語が24万語という大規模なものだった。編集20年以上を要するのが当たり前という、新辞書編纂作業は西岡にとっても初めてのことだったが、うまじめは逆に情熱を燃やす。辞書編集部の仕事は、気の遠くなるような地味な作業を続ける一方で、新たに生まれる日本語を集めるため様々な場所で、用いられる言葉の要例をメモするというものだった。 松本は合コンに出席して、若い女の子たちの使う言葉の要領を集めるなど率先して取り組んでおり、馬締めはその姿勢に心打たれつつも、仕事に対する恐れから膨大な言葉の海で溺れる悪夢を見る。同僚の西岡ですら持て余す馬締めだったが、10年以上も下宿している大家の竹は、数少ない理解者で、馬締めを、みっちゃんと呼んで、可愛がり、 趣味の書籍収集に協力して、空き部屋を書庫として利用させていた。また、竹の飼い猫、虎は、馬締めに懐いており、持ち帰りの仕事をする馬締めの足元で眠るのが、日課となっていた。ある満月の夜、虎が、上の部屋で泣くのを耳にした馬締めは、竹の部屋を訪ね、そこで絶世の美女、林工具屋と出会い一目惚れしてしまう。工具屋は、竹の孫で、 板前修行のため京都から東京に出てきて、同居を始めたのだった。初めての恋に動揺し、仕事が手につかなくなった馬締めを見かけた、辞書編集部の面々は、契約社員、佐々木香織の起点で、揃って、工具屋の働く料亭を訪れる。工具屋を一目見た西岡は、あの容姿なら、彼氏の一人や二人いても、おかしくないと馬締めをからかう。松本は、 恋という言葉の誤釈を馬締めに担当させる。ある夜、帰宅した、工具屋が包丁を研ぐように見とれていた馬締めはかかって、来た電話に応対する。それは、工具屋の別れた恋人からのものだった。数日後、日曜日だというのに部屋にこもって、仕事をする馬締めのところに、工具屋の作った煮物を手にした竹がやってくる。そして、 カッパ橋に買い物に行きたいという工具屋を真面目めに案内させる。熱心に包丁の説明をする工具屋の言葉を真面目めは幼霊集にメモする。買い物を終えた工具屋は遊園地に行こうと真面目めを誘う。観覧車の中で寂しそうに外を見ていた工具屋は板前を目指す女っておかしいかなとつぶやく。いつもは返答に急死。 もぞもぞする馬締めだがこの時ばかりは、そんなことはないと即答。あなたの作る料理は好きですと答える。やがて、荒木が退社していく。工具屋への告白を促されていた馬締めは、恋文を書き上げ、西岡に意見を求めるが、西岡は一目見るなり唖然とする。よりによって毛筆による行書体で書かれていた。戦国武将じゃあるまいしと呆れる西岡は、 三好からの電話で飛び出していく。社内で大都会の出版中止が取り沙汰されており、その中心となっていたのは村越局長だった。恋文どころではなくなった西岡はインパクトがあるし、お前に興味があれば読もうとするだろうと恋文を馬締めに返した。下宿に戻った馬締めは夕食の席で工具屋に恋文を渡す。辞書編集部は 外部発注の規制事実により出版中止を撤回させるという西岡の策により、発注先の学者、文化人に電話構成をかけて大都会を検伝。出版中止は社のメンツに関わる状態にした上で、村越に談判しに行く西岡にうまじめも同行を申し出る。村越は辞書編集部の赤字体質に苦言を呈し、出版の頃には電子辞書にとって変わられていると語り、 大都会の編纂を継続するなら、今後、辞書、辞典と名の付く仕事はすべて辞書編集部が担当せよと、無理難題を吹っかけるが、馬締めは、やりますと即答する。村越は、折れたものの、その後、西岡だけが呼ばれ、夜半に編集部に戻った西岡は村越からの話を、はぐらかす。下宿に戻った馬締めは帰宅する、工具屋からの返答を待っていたが、 工具屋はひどく怒った様子で帰宅する。恋文を差し出し、これが私に読めると思うと、馬面めをなじる。内容が気になった。工具屋は、店の大将の協力で、恋文を読んでもらったものの、その気恥ずかしさに腹を立てていたのだった。大事なことだからちゃんと言葉にしてという工具屋に、馬面めは勇気を振り絞り、好きですと伝える。工具屋は、私もよと答えるのだった。 うまじめが五尺を任された、恋、恋は、ある人を好きになってしまい、寝ても覚めても、その人が頭から離れず、他のことが手につかなくなり、身もだえしたくなるような心の状態。成就すれば、天にも昇る気持ちになる、となる。一方、西岡は、人知れず反問していた。仕事帰りに、西岡は、村越の出版中止撤回の条件として、 予算縮小のため二人のうちどちらかを人事異動させると伝えられ、自分が宣伝部に移動すると馬締めに打ち明ける。西岡の対外交渉力など自分にない力を認める馬締めは、それは困ると伝えるが、お前から大都会を取り上げられないと共中を明かす。元は嫌々だった西岡も大都会に情熱を持ち、馬締めに友情も感じるようになっていたのだ。 そんな西岡を心配する三吉からの電話を取り上げた、馬締めは西岡と三吉を下宿に招く。その席で酔った西岡は、三吉との結婚を宣言し、酔いつぶれて馬締めの部屋に泊まるのだった。それから12年後、馬締めと工具屋は入籍。二人を結びつけた竹と虎は他界していた。馬締めが主任となった。 編集部には妻を失った荒木が食卓として戻っていた。いよいよ出版を翌年に控えて忙しくなる辞書編集部に岸辺緑が移動してくる。元はファッション誌の編集者だった岸辺は5度目の構成に入ろうという大都会編集の仕事と癖者ろいの編集部に迫役していた。それでも仕事熱心な岸辺が残業していると 宣伝部の西岡が訪ねてくる。西岡は岸辺がチェック中の原稿からダサいという単語を引っ張り出す。そこには妖霊として酔った勢いでプロポーズするのはダサいと書かれていた。西岡はそれが自分の書いた解釈で妖霊は実体験に基づくと打ち明ける。自分の言葉が辞書に載るという醍醐味を知った岸辺は辞書編集者としての自覚に目覚め、 熱意を燃やすようになる。構成作業の合間にも日本語は増え続けている。馬締めと松本はファーストフードで女子高生たちの会話にも耳を澄ませるなど、要領収集を続けていた。辞書編集部は多くの大学生をアルバイトに雇い入れ、連日詰めの構成作業に追われていた。人中見舞いにやってきた村越は、大都会の出版が翌年3月に正式決定したと伝える。 西岡も、その宣伝に奔走していた。夏が過ぎ、松本と共に、工具屋の店を訪れた馬締めは、松本の体調が思わしくないことを知る。その一方、編集部では、学生からの指摘で単語の欠落が発覚する。急遽、構成作業は一時中断となり、他にも単語抜けがないかのチェック作業をすることになる。泊まり込み作業のため帰宅した馬締めのもとに、 松本が入院したという連絡が入る。馬締めの代理で見舞いに出向いた工具屋は松本の妻知恵と交流を深める。検査入院という名目だったが、馬締めは荒木と共に退院した松本を訪ね、体調は芳しくないと悟る。余命が付きようとしている松本のためにも大都会の完成を急ぐ馬締めは、正月もないほど仕事に没頭するが、雪の降る日、 万の完成を待たず、松本は他界する。馬締めと荒木の最終チェックが完了し、大都会の原稿は完成。疲労困憊だった学生たちも大事業を成し得た。喜びにはきかえる。3月、大都会出版を祝う、花々しい疲労パーティが、協力者たちを招いて模様される。だが、馬締めの表情は晴れない。最大の功労者である松本は、 家へとなって、縁石の片隅にいた。馬締めと同じ思いの荒木は一通の封書を差し出す。それは、死の間際の松本が荒木に宛てた手紙だった。そこには、荒木と馬締めへの感謝の言葉、仕事を完結できなかった無念さ、辞書の返纂という仕事に携われたことに対する喜びが書かれていた。翌日からは、大都会の改定作業が始まる。 馬締じめと荒木のポケットには、幼霊衆の束が詰め込まれていた。後日、馬締じめと、工具屋は、松本の母前に報告するため知恵を尋ねる。東京に帰る二人はタクシーを止め、しばし、松本の愛した海に見える。これからもよろしくお願いしますと感謝を表す馬締じめに、工具屋は苦笑するのだった。日本では、全国237スクリーンで公開され、動員数ランキングで、 初登場3位となり、土日2日間は20代から60代の女性を中心に、動員93,065人、公衆1億1、374万4、400円を記録した。公開3週目時点のランキングでは10位で、累計動員42万1,703人、累計公衆4億9、672万1、550円となっている。その後、 観客動員は68万人を、興行収入は8億円を超えている。最終講習は8.27億円。2014年2月8日から数々の映画賞受賞を受けて外線公開が全国で行われた。香港では2013年8月22日から公開され、当初限定公開映画として2スクリーンで、封切られたが後に4スクリーンに拡大され、翌年まで、 ロングランの予定で上映されている。現地の評論や口コミなどによりヒットしたとされ、同年11月10日時点で、興行収入は213万本コンドルを突破、観客動員は3万7000人以上となり、同年度に限定公開された日本映画の中では、トップの成績である。韓国では2014年2月に公開された。日本国外の映画祭では、 第37回香港国際映画祭、第17回プチョン国際ファンタスティック映画祭のビジョンエクスプレス部門、第57回ロンドン映画祭ラフ部門で上映された。2014年には第25回パームスプリングス国際映画祭に出品された。2016年10月より12月までフジテレビの痛みな枠にて放送された。作内では サンリオとのコラボで辞書を擬人化したキャラクターが登場するミニコーナー教えて辞書タンズも放送された辞書出版社とのタイアップでオープニングには実在の辞書11冊が週替わりで登場した2016年10月7日発売の一旦2016年34号よりテレビアニメのキャラクター原案を担当する久保田春子作画によるコミカライズが連載され 単行本が刊行された。ありがとうございます。